T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。ゴーストを倒せるようになったので、ほぼ移動の邪魔になるものはなくなったかな。というところで、この辺とか、こことかに行ってみようかなと思います。一気に落ちていける場所なんだね。気持ちいいです。ここかな。そういえば行ってなかったか。何もないように見えて、右上は通れそうかな。ああ、ヒビが入ってるね。ここは特に何もなさそうだけど、アルガスの滑空でも右には届きませんでした。ただ回復ができたのでよしとしましょう。そのための部屋なのかしら。おそらく。さて、参ったけどすぐ戻ったこの場所、今回はここを進もうと思います。反射で一発か。ああ。また。そうだった。このゲームで一番いやらしい位置にいる敵だよ。実は頭がいいね。毎回引っかかっちゃう。中途半端な位置に。足場があるんだね。教えてくれたのか。左のオーブだけは回収しておこうかな。そして鍵を取ればここはもう進んでも良さそう。それを破壊するのも早くなったよね。もう普段はアリアスが使いやすくて、リーチもほんの少しだけど伸びたから、あまりデメリットを感じないのよね。ほんとそうなんですよ。何より敵の弾を跳ね返せるのがデカすぎます。こういう時も全く怖くないし、この特性は強すぎるよね。いて、毒水は怖かった。ちなみにさっきの場所の上にもいてたのですが、それはまた後で言ってます。確かに登れそうだったね。あのトゲとブロックの上ですね。届かないと思ったんだけど、ジークの隠しブロックがあれば届きました。前回なのにすっかり忘れてたよ。もう？まあ忘れたというよりは慣れてなかったというのが正解かな。ここも右に行けそうにも見えるけど、まあ細かい探索は後でいいやという感じで進んでます。まあね、いずれ 100% を目指すのなら別に問題はないけど。泡でジャンプができるんですね。ふわっと奥から結構移動できるんだ。ふう。上に行けそうだね。確かに。おお、鍵の扉があるってことは結構重要なのかな。やばい、もう死にそう。ここでやられるのはきついね。気が休まらないな。はあ、最後の食らったね。今のでエンジェルを失ったか。もうアリアスの復活しかないよ。だけど登るにはクリリしかいないからな。
頑張るしかない。ああ、そうか、交代できない。地面にいないと無理なんだね。そのためのちょっとした足場か。で、またクユリに戻して。大変だね。でもなんか楽しい。これでロックを壊せれば右も行けるんだよね。そうだと思いますが、未だ壊す手段がありません。いつになったら手に入るのかな。結構序盤からブロックはあるのにね。ああ、もうこの穴で一気に落ちちゃう。これか。壊せそう。え？ブラムって誰？え、キャラの名前ってことだよね。ブロックを壊すためのものというのはわかりましたが、そのブラムと出会ってすらないのですが。どこかにいるってこと？でしょうね。そうか、おまけキャラはジークだけじゃなかったのか。まさかもう一人いるとは。てっきり誰かが壊せるようになると思ったら、新キャラの能力でしたか。嬉しいような微妙のような。まあ楽しみじゃない。ですかね。ひ、危なかった。こっちに当たってどうするの。ダメだ、泡で消えちゃう。そういうデメリットもあるんだね。そこも壊せばいけるってことか。むしろそのキャラを先に手に入れたかったな。手に入れるというか仲間にしたかった。下手したら知らないままクリアすらありえたね。ほんとですよ。 100% はいいやと思ってたらあのままクリアしてましたから。進め方によってはジークすら知らずに終わってたかも。だから逆に知れてよかったじゃない。そう考えればそうですね。ああ、そうか、ここでは弓はほぼ意味ない。攻撃が遮られちゃうのは痛いね。どういう意味でもアリアスが強い。HP が少ない状況でこれは怖いねー。ランダムな動きの敵や遠距離攻撃は事故を招きます。なんとか生き延びてるね。しぶといでしょ。おお、セーブは嬉しいけど、そんなところにトゲが。気を緩めるとそれでブスッと。いやらしいな。分かれ道が多い。なんとなくここかな。え、よく見たら別に行く必要なくない？多分隠し部屋があると思うけどね。そういう細かい探索はまた今度にします。今は生きてここを抜けることを目標にしよう。まあそうか、余裕はないね。なるべく危険は排除して。またそういう時に限って怖い構造だね。え、これ別に上を通らなくてもいいな。この赤い水がダメージならわかるけど。でも上をふわっと飛んでいくこともできるのね。そっちの方が夢のようで楽しそう。
そろそろ脱出できるかな。近いね。なるほど、ここに出るのか。また2万以上溜まってる。ちょうどいいから強化していきましょうか。まだいけそうなところは残ってるけどね。まあそれはまた今度でいいか。え？なんだこれ？いきなり出てきたけど。ある程度マップを埋めたから解禁されたのかな。そういうことみたいですね。でもこれで全部のマップが見れるのかな。もちろん嬉しいんだけど、自力での発見ができなくなったのは複雑なところ。まあそうね。当然あると思ってた場所以外にもまだこんなにあるの。最上階にもあるんだね。さすがにこの辺は全部行ってるけど。うーわ、序盤にも結構あるし。あ、さすがに下はまだ見なければよかったか。全然見逃してた場所もあるね。そうか、これは驚き。よし、じゃあ行けそうなところは行ってみよう。まずはここ。よく見れば気づけましたね。ぼーっとしてたら最後までワープしちゃうからね。鍵だけか。そういえばここの右も行ってみたいんだよな。上からはしごで降りてくるんだろうけど。あ、これか。そういうことだったのね。一応ひび割れでヒントはあったんだ。中央のあの人はどうやってあそこに。看板が崩れたりしたのかな。あ、それはあるかも。それで絶望のままあそこで終わったのか。だろうね。ショートカットでいい。この情報ね。ここの右にもあるけど、ブロックが壊せないと無理ですね。もう一人の出番はかなり多いよね。一刻も早く仲間にしたくなってきた。あ、これ登れたのか。だいぶ探しちゃったよ。静かね。さあどんどん埋めていこう。ああそうか、ここもか。ショートカットだけじゃなく壊さないといけない場所も多いね。どこにいるんだ。やっぱり残ったあのボスの先じゃない。そういうことなのかな。そういえばここって登れずに諦めたんだよな。でも今なら。そうか、隠しブロック、これが必要でしたね。やったー。ジークもちゃんと役に立ってる。僕だって負けてないぞという声が聞こえてくるな。赤い鍵の扉。ボスがいたりして。あるかもね。おお、どうやってことはまさか。なるほど、そういうことか。ここだったのか。はしごはないな。
何ここ？何もない。嘘でしょ。いろいろ探してみましたが何もできませんでした。ただクリア後だいぶ経って編集してますけど、改めて調べてみたら、なんとさっきの真上にまだ部屋がいくつかあったのです。そうなんだ。全然気づきませんでしたよ。もし機会があればおまけパートとかで出すかもしれません。さて、ここも何たって進めませんでしたが、もう今なら皆さんわかりますよね。あ、そういうことか。ゴーストも倒せばってことね。そういうことです。この能力もやはり重要でした。はしごもなさそう。一応チェックしてるのね。そこにないところはなぜか念入りに調べてたりして、あるところほど見逃しているという。それだけ場所が巧みなんだね。そう言ってくれると救われます。しかしなぜここは曲がないんだ。キュクロクスが出てるのに。そうか、中ボス用の曲すらなかったね。それも演出だったのかな。行けるところのヒントか。この左の死体もそんな感じかな。わざわざ鍵を使ってまで聞くことなのかな。大事な情報かもよ。まあそれもまたコンプするときでいいや。もうさすがに鍵が足りなくなることはないと思うけど、今すぐ使うほど重要には思えなかった。そしてようやくこのセーブに来れたのね。やっと合流できた。あ、そしてこれでやっとボスなんだな。なるほど。じゃあ倒しちゃいましょう。え、ゴルゴン。まだいたのか。3体で終わりではなかったのね。やっぱりまだいっぱいいるんだな。数で劣ってるって。交代すればこっちは4人ですけど。数で勝ってた。ゴルゴンに大ダメージが入るし、もうほぼありあく一択でいいな。強いね。さすがに終わりではないか。こういうこと。難しい。もう終わったの。いくらなんでも強化しすぎたか。あれ、逃げた。どこから上に行くんだ。まあいいや。まだまだ隠し部屋はあるね。あれ？当たらない。実体がないの。それは厄介だね。倒せないってことでしょ。他の敵がいるところで出てきたら鬼畜ですね。この水って当たってもいいやつ？綺麗な水なんだ。
それでも届かないとか。なんか不思議な構造だね。何かありそうで怪しいけど何もない。いた？おお。いろいろと驚きですが、これで新たな仲間ができました。なんだと、無知って聞いた時からまさかと思ったけど、完全に某一族だね。あの曲を流したくなるぞ。そういえばモーニングスターは彼専用なんだよな。これを持ってるとブロックが壊せるんだね。じゃあデフォルトでは無理なのか。オフにしたらどうなる？おお、まさに無知。
より近づいちゃった。そしてこれをオンにすると、こうなるのか。いやまさにだな。見た目も似てるしね。茶色なのもやっぱりそういうことなんだろうな。ジークの時は今更新しいキャラって正直邪魔、とか思ってたけど、ブラムはむしろもっと早く出会いたかったな。ほんとね。なんなら最初から彼一人で冒険したいくらいですよ。あ、それ面白そう。へえ、セーブではカッコつけてるんだ。むう。ヒントならばもう少しわかりやすくお願い。次からは頼みますぞ。何をお願いしてるの？またこれ。すぐ違う話題になっちゃうね。まあ回復するのは嬉しいけど、非常にシュールです。さてと、じゃあ今回はここまでにしますか。あ、そうだ。せっかくだからブラムのキリッとした姿も見てみたいな。タイトルに。はい、ここで変えられます。そういうことか。もう12時間遊んでるんだな。そうこれこれ。アリアス。へえ。なんか元の方がかっこよかったかな。それじゃまた次回。ノクターン。またね、ノクターン。